眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生を招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん、安眠って何ですかね？安心して眠りにつくっていうことじゃないんでしょうか？じゃあ安心って何でしょう？心の安らぎでしょうか？そんな心の安らぎって、そう簡単に手に入るものでしょうか？いや、いいんです、いいんです。こういう話がいてよく眠れるんです。いくら払えば安らぎは手に入れられるんでしょうか？いや、ごめんなさい、そうなんですね。いいと思いませんか？だってまだ何も話してないじゃないですか。関谷さんが今こうやってさ、プラネタリウム、宇宙の感じのやつ、BGM をこうやって流してくれてる中で、こういうの永遠と続くと、いいと思いません？ああ、なるほどね。うん。だから安らぎについて。あ、そうかも。皆さん考えてみてください、とかって。ね。で、大体そんな話してると途中で山崎さんがこう、ふざけるからいつも途中で終わっちゃうんだけど、私がね、この安眠研究っていうのは。私がふざけたことはない。ふざけてます。いやふざけて終わります、いつも。ね。だから、もうじゃそれは、皆さんは安心、ね、安心の妨げになるから、もうここはね、もうずっと言ったらいいんですよ、こうやって。ちょっと待って、ふざけてるのは先生です。ふざけ、そういうことをふざけさせるのはあなたです。まあいい、いいんですよ。まあいいや。で、今日はね、ちょっとね、私が個人的にもうね、はい、安心できない一つトピックがあるんですよ。そうなんだ。いやー、これはもうね、皆さんと一緒に今日今宵は考えて、安心した眠りについていきたいなと思っております。今ね、起きてる問題の中で私が一番心配なのはね、高齢者住宅問題。これ一番心配なんですよ。うん、もうね、70超えると、うん、賃貸マンション貸してもらえないの。なんで？やっぱその、不動産屋というか、その、オーナーは、うん、やっぱりその、孤独死を恐れてるんですよ。孤独死した後に、事故物件扱いになって家賃も下げられる。で、また逆に、孤独死の後のね、清掃ってものすごいお金がかかるんですって。あ、そうなんだ。そうすると、貸すよりも、貸すリスクよりも、貸さない方がまだ得なんですよ。だから若い人に貸した方が全然いい。あ、そういうこと。そうすると、その70以上の人はもうちょっと貸すのやめとこうっていうのが、どんどん今増えてるんですって。そうなんです。そうなんです。そうなんです。で、またこれもう本当にいろいろ、これからの時代ってどんどん人口もこう減ってくるでしょ、うん、で、貸す側が増えると思いきや、うん、貸す側も年取ってくるんですよ。だんだん。うん。で、そうなってくると、うん、やっぱりね、その高齢者に、その部屋を貸すっていう労力っていうのはもう非常に多く、それで、やっぱりね、貸す方も、その借りる方も、なかなかね、ニーズがこう、得られなくなってくる時代になってくると言われてる。これはあとね、一番ピークを迎えるのはあと30年。つまり我々が、まあ本当に後期高齢者を迎えるというね、そういう時がピークになるわけですよ。まあそうだ、そうです。団塊世代ジュニアですもん。一番この次の人口ピークの世代ですから。いやーこれ困っちゃうな。え、何？じゃ、買わなきゃいけないってこと？まあ、そう、買わなきゃいけないんですけど、じゃあ、その、買った、今からじゃね、ローンなんて組めないでしょ。だから、それはね、もう当然、買えない人の発想なんですよ。だから、お金、ある程度のお金持ち以外は、って言っても、ほとんどの人でそうじゃないですか。はいはいはい、ほとんどの人が、まず今、路頭に迷ってしまうんじゃないかな、っていう、問題ですよ。ほとんど買えないですもん。で、変えたとしても、例えばね、うん、その、そのなんかこの間の読んだ中ではそのある人が、じゃあ、いや、変えますよって、熱海の方では100万円ぐらいの物件なんかゴロゴロありますよって言うんだけど、うん、老人がね、その熱海の方行って、近くにも病院やスーパーがないようなところでね、100万円で売られてるところ買い取ったとしても、それをね、老人が便利に使えるように、安全に安心で使えるように、改装したりとかするのに、またね、数千万円かかるんですって。あ、だそれじゃ意味ないじゃないですか。はいはいはい、うん。
いや、どうすればいいの？ね。で、本当でその問題を考えると私寝れなくなるんです。寝れなくなるでしょ？私も。皆さんもね、ちょっと、それをね、ちょっとね、共有してほしいんですよ。なるほどね。はい、いや、共有ってか解決したいですよね。それは。そうでしょ？うん。うん、ちょっとこれ解決しなきゃいけないなと思って。うん。いや、まあ、一個一個、私はね、うん、大丈夫です。皆さん安心してください。ちゃんとした解決する方法を知ってるんですよ。なんつったって私は安眠研究家です。安眠研究家がこの皆さんのね、不安の原因を払拭しないで何が研究ですか？確かに。何が安眠研究家ですか？安眠とは安らぎ、そして安心っていうものを皆さんに提供して初めて安眠研究家です。この不安の要素であるこのね、高齢者住宅問題を解決できなくて何が安眠研究家ですか？言った。言っちゃった。うん。責任持って解決させていただきたいと思います。本当答えあるそれ。あ、ありますよ。あります。ありますあります。ただまあちょっとね、それはね。不安だな。そこがまず不安だな。不安。うん。じゃあ、まあ、任せなさい。そういうこと。安眠研究家であるからその不安さえも払拭できます。あの、ね、何が不安か。安心を科学で。それ潜在の CM みたいなのやめてください。うん、あのね。うん、大体ね、先生が、ほうほうほう、先生が、ちゃんと答えがあるときって、そういう前置きないんですよね。先生がちゃんと答えがある。はい、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 そうでしょ、そうでしょ。そうなんですよ。ちょっといつもと違うパターンだなっていう。ね、この人考えてないのかなっていうふうに思って。考えてないで喋るわけないじゃないですか。考えてないで、こんな、数千人を前にね、話せるほど度胸ありませんよ。私は。いや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 、毎日展開されてるじゃないですか。私はどちらかというと、やっぱり、まあ、理系団ですから。どちらかというと、その、やっぱり、ちょっと、こんな内向的な方ですか。そうか。うん、ちょっと、こう、なんていうの、どちらかというと、陰キャですし、うん、こう、ちょっと恥ずかしがり屋なところもあるしね。そうなんだ。まあまあ、私も大体こういうのをペラ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 喋ってる間に、こう、3本から6本ぐらいの映画、ま、アニメぐらいは作れちゃう人間ですから。だから、もう富野由悠季さんのモノマネしてる人はないんでしょ。いやいやいや、答え。いや、ありますね、ありますよ。本当ですか？大丈夫です、ね。いや、私なんかだって今持ち家ないし、賃貸ですから、めちゃくちゃ不安ですよ。私だってそうですよ。この問題は、だから、そこね、ほとんどの人がその問題抱えてると思いますよ。これどうなんですかね、夫婦か独身かによっても違うんですかね、はい、夫婦だったらまだ借りれたりするのかな、はい、この次のお話はそこのテーマ、このステージ行こうと思います。はい、はい、そうなんですね。今ね、うん、独身の人って結構多いと思います。で、夫婦の人もいると思います。でも、いずれにしても最後は独身です。いいですか？夫婦同時に死ぬってことないんですよ。必ず最後独身になります。だから、もうみんな独身としての問題解決って考えてください。あ、そっちの方がいいのか。その方がいいのか。そうです、そうです。そうなんです。で、大きく分けられるのは持ち家なのか、賃貸なのかの違いです。でね、うん、今回の話、この20分の間で解決するのは先に言っときますよ。ズバリ言っとくけど、ちょっと短すぎます。それはなぜかって言ったら、うん、日本の文化に対して、一つこう、大きな変革をしないと変えられない部分もあるんですよ。うん、で、そこの話してると話が長くなっちゃうから、うん、最後の結論まで伝えても、ちょっと仕方がないかなと思うんですけど、ただ、一つだけこう、石を投げるとするならば、うん。うん、皆さんの心の中に波紋を起こすとするならば、あなたの心の中に津波を起こすとするならばね、うん、それは何かというとね、まずね、家族、このあり方ですね。人が幸せに亡くなるっていうね、幸せの亡くなり方っていうのは、実は古い日本の文化の中にあるんですよ。うん、古い日本の文化を壊した暁に今起きてる問題なんです。この問題は文化を壊した初めての世代が今抱えてる問題なんですよ。で、その文化って何だったのかって言ったら、長男が親を支える文化です。長男が親を支える文化というものがなくなってるんです。昔はね、すごいそこを大切にしてたから、もし家に女の子が生まれたら、今度は、
お婿さん取るでしょ、うん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 、だけど、今の時代それしないでしょ、うんうん、どんどん追い出すじゃないですか、うん、だから当然一人になりますよね、一人になった暁には一人で住んでる老人って、これ今だけの話じゃないですか、昔だってそうなんですか、それは、うん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 、貸さないですよそれは、うんうん、逆にローンだと同じことが言えるでしょ、うんうんうん、確かに、うん、だけどこの老人にはちゃんと若い夫婦がおりますから大丈夫ですって言ったら貸すでしょ、お金だって貸すでしょ、うん、はいはいはい、うん、賃貸だって貸しますよ、うんうん、だからつまり家族がいるかいないかって結構ね、実はそこが重要なんですよ。だから古い日本の伝統文化の中には、うん、実は人が最後まで幸せに人生を全うするための知恵っていうのが、うん、長い日本の歴史の中に入ってたんですよ、うん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 、ところがね、ここ最近のね、うん、風潮、またこの核家族主義というか、うん、今の現代のその教育だと、うん、もう自分の息子たちに迷惑をかけたくないっていう親が増えた、うん、じゃあその息子たちはその言葉に甘んじて、うん、今度は女性が強い時代だ、うん、そうすると妻に気遣って、うん、親と一緒に同居しない、うん、で親と一緒に同居しないということは、うん、親の面倒を見ないっていう時代なんですよ、うん、で親の面倒を見ないということは親の老後ってどうやって解決するかって言ったらお金で解決しようとする、うん、そうするとそのお金で解決するためにはお金がほとんどの人がない、うん、そのお金どうやって工面するかって言ったら親が買ってきたその住宅を売るしかない、うん、その親の売った住宅を親の介護施設費に充てるわけですよ、うん、でそうすると今度息子たちが自分たちで家を持ってないんだとしたら、その息子たちが直面するのがその高齢者住宅問題です。うーん、なるほど。つまりこれ逆に言うと親の面倒を見ないということが原因でどんどん起きてくドミノ倒しなんですよ。文化のドミノ倒しなんですよ。貧身なんですよこれ。頻繁に起きる何ですよね、思いついてない。うん。そう。いや、ほんとそう、そういうことなんですよ。ほんとに。ドミノ倒しなんです。なるほど。うん、じゃあ、これはもうどうすりゃいいのかなと思って。昔の文化ってね、つまり何があったかっていうと、うん、その家の中にお嫁さんを取る。お嫁さんはその、旦那の親の面倒を見るっていうことが、もう文化の中に入ってるわけですよ。うん、だから、そこに不満というものもなく面倒を見てたわけです。うん、で、旦那は旦那で、その家を、一家を支えるために、親も含めてですよ、うん。その一家を支えるために働きに出てたっていう。うん、ところが、その旦那の給料が安すぎるから奥さんも働かなきゃいけないわけでしょ。うん。うん、だから、共働きだ。で、共働きだった時に、じゃあ今度は何が生まれるかって、家事の分担どうするんだって問題。これ聞かれてる女性の方はもうみんな痛感してくださると思うんですけど、分担作業は分担作業って言うんだけど、旦那が思った通りに働いたことってないんですよ。分担したとしても結局自分でやった方が早いっていう結末が待ってるわけです。それなんでかって言ったら、もうね、その家事のね、なんていうのかな、この精度が高すぎんですよ。求めてる精度が、女性の方が。あ、そうなんですね。だから、うんうん、これはもう、いや、一般論ですからね。わかんないです。今の方がわかってないんだよ、はい。一般論での話です。そうなんだ。女性の方がどちらかっていうと、細かいところの、うん、このなんていうのかな、こだわりがあって、男の人ってどうしてもズボラな人が多いんですよ。そうすると、うんうん、分担はしたものの、奥さんは、いやいや、旦那に任せても結局私が最後やる羽目になるから、もういい、最初から私がやるって羽目になるわけです。ね、これ、私の妻も多分同じ、そうそう、あんた分かってんじゃないのって多分これ聞きながら思ってます。はっきり言います、これ。で、そうなってくると、女性の方が負担が大きいんです。だから旦那は奥さんに頭が上がらないっていう問題。これは全てが、共働きが原因です。じゃあ共働きがなんで起きたのって言ったら、女性が教育持ってるからです。若い時から一生懸命受験勉強を勝ち進んできて、いい学校入った、いい大学入った、いい就職を先を苦労して入った、うん。それを結婚が理由で辞めるのはもったいないでしょ。うん、一生懸命さ、手塩にかけてくれた両親のために、私がせっかく受けてきた教育を生かさない手はないでしょ。うん、それを、やっぱり、
専業主婦として終わってしまったらもったいないっていうことで、やっぱり共働きするわけです。うん、そうすると、うん、さっき言ったように、家事の分担に不満を抱えて、うん、旦那はいらねえなっていう話になりつつある。うん、旦那は逆に気遣うわけですよ、うんうん。もうどの道旦那って立場弱いんですよ。今の時代、うんうん。だから完全にもう、うん、奥さんの方が働かないっていう状態であれば、旦那は初めて、旦那、主人っていう意味合いが、キープできるわけなんですけど、うん、それがキープできていったら初めて奥さんは旦那の両親の面倒を見ても、まあ見るしかないかなって発想にこうなるは、なるわけです。そうすると本来の日本の文化としてバランスが成り立ってきて、面倒を見てもらえる、旦那の両親は、うん、とにかく老人ホーム入んなくてもいいわけですよ。うん、そうすると老人ホーム代を、作らなくてもいい分だけ、その家はなんとかキープできるので、うん、そうすると今度その家を、ちょっとした改装を、まだ、若い夫婦が若いうちに、することによって、その土地の上で、お家はなんとか成り立つので、その、高齢者住宅問題ってのはないはずなんです。ないっていうね、問題になると。なるほど、ね。うん。だから文化っていうのはね、結構重要だったりとかするの。これ一般論的ですよ。そうじゃない人もたくさんいらっしゃると思うけど。だけど、ほとんどの人たちっていうのはそういうパターン多いんじゃないかなっていう話を。なるほど。そうです。逆のパターンもたくさんありますよ、それ、うんうんうん。ただね、共働きってね、基本的に結婚する意味ないから。うんうん、結婚する意味ないんですよ。どっちか必ず、外行ってお金を、取ってくる。で、そのお金を使って、家のことを守る。この二つで家族なんですよ。うん、両方とも外からお金取ってくるんだけど、うん、じゃあ家のこと誰がやるのっていうところで、すごく実はバランスが崩す話になるんですよ。うん、戦闘機しかない空母って、そもそも誰が給油するの戦闘機にって話でしょ。うんうん、それと同じで、空母がない戦争を海上のでやってるんですよ、今の日本っていうのはね。それはもうね、そもそも破綻しますよ。どこに歪みが来るかって言ったら、高齢者住宅問題です。はっきり言います、これ。なるほどね。だんだんね、これ、うまくなってきました。もうさらっと出てきますもん、私。富宮義行。そうそう、富宮さんもさらっと出てきます。もう今まで本当苦労しました、長い間。伝わんないやつね、それ。そう、でも伝わらないじゃないですか。もうさらっと出るか出ないか。出ない。もう重要なんですよ、もうこれ本当に。なるほどね。うん、そう、尾形光琳のリンパと、それと同じ。もうまあ完全にもう見えないところでね、こうやってやるっていうことがね、皆さんの心に何かを伝えるっていうことにね、一役買うんです。そう。間違いないです。さらっとすごいでしょ。わかりました、すごい。すごいもん。突っ込む、あれもないです。ないでしょ。もない。そうなの、そうなの。なるほどね。わかりました。いや、だけどね、本当ね、うん、家事分担問題って、これちょっとね、うん、私ね、さっき一般論って言ったけど、うん、もういろんな人にね、インタビューしてるんですよ、私これ。やっぱりね、うん、安心して眠りにつくっていう安眠研究やってる以上、うん、皆さんにね、今抱えてる問題何ですか、うん、その時に、やっぱり旦那への不満がすごい多い。うん、その旦那の不満って何ですかって言ったら、うん、やっぱりね、まあ単純に脱いだら脱ぎっぱなしだったりとか、うん、もう本当に結局私がやらなきゃいけない。何にもやってくんないとか、うん、もう私の、その、仕事の割合が多すぎる、うんで。それに対して旦那っていうのはもう空気みたいだと。うん、うん、もういるだけ。むしろ、ATM って揶揄する人もいるんですけど、うん、そもそも稼ぎがなくなったらもう本当にいる必要ないんです、旦那って。うん、じゃあ、旦那の老後ってどうすんのって。でも旦那は旦那で気遣って、せめて奥さんの、スーパーに行く時の足として働きたいなと思って、うん、運転免許。ところがそれさえも、娘や息子たちに早く返納しなさい免許なんて言われて、そうなってきたらもうあとはボケるだけですよ。仕事をなくした。男の人の仕事って何ですかって言ったら、誰かが助けを求めてきた時、初めて男の仕事が生まれるんです。誰かが頼ってきてくれた時、そして、家族がなんか困ってる時に、それを最後助けるってのが男の仕事でしょ。それいらねえよって言われた男って、最後もう何の仕事もないんですよ。もうボケるだけって、ボケた男の人だ、お父さん。どこ行けばいいの、あとは。もう、うん。邪魔すぎます。
で、娘夫婦、息子夫婦はどっか遠い彼方で住んでます。残された家、うんうん。それがたとえ賃貸じゃなく、持ち家だとしてもね、なかなかそれ大変ですよ。奥さんに追い出されるだけだと。うん、奥さんにはもう早いところ老人ホーム入れないと、あなたの体が重くて下の世話ができないわ。これです。入れられる理由は。老人ホームに入れられる理由は。うん。外側の男の最後ってどうなっていくのかなって私はすごい心配ですよ。はい。寂しいでしょ？だから言ってるんです。解決策はたった一つ。もう一回文化を復活。その文化を復活させるには、まず女性の人たち、男性の人たち、どっちかを納得させて、家庭に入る幸せっていうのを大切さ。それをか、やっぱりね、一刻前教育で教えた方がいい。どっちかが家庭に入って、家内を守るっていう。うん。それは神様の仕事じゃないんですよ。家内安全というのは。うん。うん、家内を守るっていうのは、夫婦のうちのどっちか一人がやらなきゃいけない仕事なんです。その文化を復活させることが、今、これから迎える、高齢者住宅問題を、解決する一つの方法、唯一の方法なんです。以上。いや、わかりました。現場からお伝えいたしました。いや先生、今日もありがとうございました。いや、そうもないです。おやすみなさい。おやすみなさい。